こんにちは、ジケンでーす。タクでーす。よいしょー。始まりました。はい、今日もジケンスタジオ、年中無休でやらせてもらってますけれどもですね。ジケンさん、はい、マジで大丈夫？なんかもうね、深夜テンションじゃないけど、今撮ってるのは2時前って感じなんですけれども、はい、約4時間前に10月4日分のですね、はい、動画をアップしたということになりまして、はい、その動画をね、まだ見てない方はね、これを見てからでも見ていただいてもすごいありがたいんですけれども、はい、まあ、キャップ特集をやったと、はい、2人ともキャップ好きなんでね、はい、だからキャップいろいろと僕ら愛用しているものを紹介させていただいたんですけれども、僕もね、少し休んで我に返って思ったんですけど、はい、あのサムネ何？しかも僕あれ顔やばない？吹き出しとる。何を見したいんだっていう。わけのわからんね。サムネになってしまって、本当、申し訳ございませんって感じなんですけれども、ね。しかもね、ストーリーでめっちゃ面白かったのが、開き直ってるんですよね。毎日投稿間に合ってなくて、朝の通勤時間の時間には、皆様見れるようにしますのでとか言って、日にちまたいでほしいんですよ。動画上げたら上げたでな。これでまた今日も1個上げたら、もう毎日更新ってことでいいですよ。2本ね。でもね、何がすごいかって、結局、上げてるじゃないですか。いや、上げて今日また撮ってますからね。撮ってますよ。この動画も含めて本日2本撮りです。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。スニーカー YouTube チャンネルとは正直思ってはない。はい、どちらかというとファッションに寄せたいっていうふうに思ってるけど、まあ、アトモスさんとの兼ね合いもありますから。そういうのも含めるとやっぱり見てる方からしたら、やっぱスニーカーのチャンネルっていうのがやっぱイメージとして強いじゃないですか。はい、言ったらスニーカーのイメージが強いチャンネルで、毎日動画配信してるのって、はい、俺か、アキトくんチャンネルだけなんですよ。だいぶいないじゃん。だいぶいないんですよ。まだ1ヶ月連続で上げられてないけど、だけど、ちょっと胸張ってもいいんじゃないかと。いや、胸張っていいっすよ。ね。その前には、そのアキトくんチャンネルさんのご本人には僕お会いしたこともないんですけども。あ、そうなんです。すいません、勝手に名前を出してしまってたんですけれども、それぐらいね、ちょっと僕もだいぶ力入れてるの。プラス、やっぱりこれから秋冬のアイテムがどんどん我々のこの事務所に届いてきますから、はい、だからそういったものとかもいろいろ紹介しつつ、販売の方まで行っていかなきゃいけない。ってなってくると、いろいろ撮影しなきゃいけない。もう大変ですから、忙しいっすよ。いや、マジでね、2022年、私、生き延びれるかっていう。本当にありがとうございます。いや、とんでもない。まあ、こういうことをやるっていうふうに動いたのも結局は、たくやくんがね、僕の下で働くようになってから、僕のマインドが変わったってこともありますから、もうこの前置きはいいでしょう。はい。めちゃくちゃ長かった。すいませんでした。本当に。本日はですね、はい、エアマックス発売前レビュー。一個いいですか？はい。ズブズブやん。ズブズブです。なので、うん、ジーケンスタジオ、改め、アトモスズブズブチャンネルです。絶対に言っちゃダメよ、これ。絶対に言っちゃダメ。本当にね、いつもアトモスさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、お借りした時に、たまたま小島さんに会ったりですとか、本名社長にもばったり会ったりですとか、副社長の阿久津さんにも久々にお会いしましてですね、ちょこっとだけお話しさせてもらったんですけども、すごく大丈夫かみたいな。どうだ最近みたいな。すげえなんか、親心なのか、なんかすごいこう気にかけてくださって、すいません、本当に気遣っていただいて、本当にありがとうございますっていうところでございます。やっぱアトモスさんがいなければこんなね、それこそ毎日のようにこういう風な動画撮れませんから。アトモスさんとあともう視聴者の皆様、皆様本当にね、皆様のおかげなんですよ、このチャンネルがね、毎日動けてるのは。引き続きですね、アトモスさんのご協力を得ながらやっていきたいなと思います。はい、じゃあタケ君出しちゃって。はい、じゃあ今回ははい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 、ということでナイキ赤箱スコーピオン発売しても間もないんですが、はい、こちらジュエルスーシュのマックスワンが登場するということでございます。ウィスー。はい。これは何かと言いますと、通称ですね、ハングルデーとも言われています。まあ、ノーバブルとかも言われたりするんですけども、はい、まあ、そこもちょっといろいろと説明させていただきたいなと思うんですけども、まあ、スニーカーズの方に記載されているものをそのまま引用させていただくと、ハングルの日を記念して、エアーの革命をリードしたシューズが登場しますと。で、トレンドを意識した斬新なアレンジをしているとのことで、ハングル文字でナイキっていうのがここに書かれているらしくて、見えづらい感じもまあ、いいかなと。文字を入れたヒールのプラスチック製のオーバーレイ、ここですね、まさに。さりげないグラフィックでハングルを叩えてジュエルスーシュも今回これ採用されている。プラスシューレースの先端のデザインもなんか楽しさをプラスということで、スウェードのテキスタイルと履き口のフリースの裏地がスタイルと履き心地を高め上質なシューズに仕上げている。ニュートラルカラーでスタイリングもまあ容易だということになっています。まあ本当に韓国って今超暑いっていうこともありますから、はい、まあ、まあそういうのもナイキさんはしっかりこうキャッチした上で、いわゆる前回ね4月ですか5月ぐらいにですね、はい、カシナとやったりですとかエアマックスワンを登場させたりとか
してますから、はい、ナイキ側としても今は韓国熱いんじゃないか。 G ドラゴンクラブだったりとかもあるじゃないですか、ね、あるから、はい、だから女性にもすごい今未だに人気じゃないですか。そうですね、まあ、K-POP しかり韓国のファッションとかも日本人の、まあ、男性女性ともにですねインスパイを受けているような感じだったりすると思うんですけども、まあそういう風な一足が今回また登場するということになります、はい。まあ、だからカシナはカシナでお店でのコラボだったかもしれないですけど、はい、まあ、韓国モデルっていう言い方をすれば、はい、まあ、ある種第2弾になるんじゃないかと。で国を挙げてって感じですね、というような感じになるから、はい、やっぱ肝はここなんじゃないかなと。このハングル文字でナイキっていう風に書かれているっていうところなんですけども、あんまり目立ってない。そこがいいですね。そこがね億劫になりそうじゃないですか。いきなりこうボガーンってナイキハングルみたいな感じになってたらちょっと吐きづらい部分も出てくるかもしれないけど、こういうちょっとさりげなく主張してるのは僕はすごくいいかなと思いましたね。さまざまなマテリアルを駆使していたりするっていうこともあるし、ニュートラルカラーっていうこともあるので、いろいろなスタイリングに合わせやすいんじゃないかなと思います。ポイントとしてはこのシューレースなんじゃない、今回脱着楽そうですもん ねこれ。もちろんねこの普通のシューレースっていうのもありますから、はい、まあ、そこに関してはお好みでねシューレース通していただくっていうこともありますので、ちょっと一回これやってみようか、こちらで変えてみようか、はい、シューレース。そうですね、ちょっと一回変えてみますね。はい、ということで、はい、ありがとうございます。結局通したのは僕ということでこんな感じになります、はい。写真見せてると思うんですけども、いつものねシューレースと比べてやっぱりこう特徴的な紐、ドローコードの留め具のようなものがついてたりしますから、こういったところでちょっとアクセントに効いているような感じになるのかなと思いました。ということでね、早速履いてみたいなと思います。はい。まあでもこういうのって色合わせとか関係なく、僕自身のいつものスタイリングに合わせるだけなんで、はい、なんかこういう風な感じがいいですよっていうことではないと思うんですけども、せっかくなんでアウトソールにテープ貼りながらということでやっていきたいなと思います。はい。レッツゴー。はい、ということでですね、すいません、もう今ちょうど雨降ってるんで屋根があるところで撮影しております。ですので僕は大丈夫なんですけど、タケはごめんね。ずぶ濡れです。傘持たせながら撮影します。すいません、本当に申し訳ないんですけども、僕はこんな感じで組んでみました。マテリアルだったりとかカラー自体もすごくシンプルなカラーリングの組み合わせだったりするので、色合わせっていうところも正直あんまないと思うんですけども、ネイビーとかと合わせるっていうのは僕は結構無難でいいかなと思いましたね。で、あと同色系のグレーのスウェットにグレーの B2。っていうところで合わせてみた感じです。あとやっぱ思ったのは、このやっぱりシューレースが違うだけで、同じ AirMax 1でも上から見た角度に関しては結構なんか違う靴を履いてるかのような印象が伺えるかなと思いました。それもまた新鮮でね、面白いなと思いましたし、あとはもうあえてパンツ真っ白バージョンもちょっと撮りたいなと思うので、もう1パターンぐらい撮りたいなと思います。はい、2パターン目に関しても白パンにしたっていうことが結構ポイントだったりして、靴を目立たせるっていうよりかは、まあ、全体的にまとめたような感じにしました。トップスも白でも僕結構好きなスタイリングだったりするんですけども、それだと面白くなかったりとか、せっかくの靴の紹介だったりするので、まあ、あえて上の方、上半身に関しては黒でも合わせて、黒と白っていうような感じの合わせ方です。まあ、これに関してはパンツはちょっとね独特なシルエットとはいえ、合わせやすさとしては一番真似しやすい感じなんじゃないかなと思います。実際に どっちの方が好きですか？僕はこっちの方がすごい好きで、スニーカーがやっぱりオールホワイトっていうので何でも合わせやすいっていうコーディネートではあるんですけど、まあ、白黒で本当メリハリのあるコーディネートが結構僕的にはすごい好みだなっていうのがあります、ね。なるほど、ありがとうございます。まあ、デートにはなかなか行きにくい感じですね。デートチャンネルだもんな。あと実験さん、靴の話になっちゃうんですけど、さっきやっぱ真上から見た時に、普段のエアマックスとはまた違った印象ってのを言ってたんですけど、いつものエアマックスって感じはやっぱしないですね。そうなのよ。だし、まあノーバブルって言って、ここのね特徴的なエアの部分もある種塗りつぶされてるような感じのちょっと珍しいディテールだったりするから、まあそういうのも相まってエアマックス感はいい意味でちょっとなくしてっていう風な感じなんじゃないかなっていう風に思いましたね。はい、ということで2パターン一応組ませていただきました。ということでまとめというかエンディング撮っていきたいなと思います。はい、ということで、はい、ちょっとすみません、今回2パターンだけだったんですけれども、はい、いかがだったでしょうか。2パターンっていうこともありましたけれども、本当にいろいろなスタイリングに合わせやすいモデルかなと思いましたし、まあ、ハングルデーっていうこともありますので、まあ、韓国好きな方にはかなりね注目していただきたいスニーカーかなと思います。で、まあスタイリングのところでも触れたんですけども、一番ちょっと重要だった部分がありまして、エアマックスといえばのこのビジブルエアがミッドソールの色に塗られてるっていう、まあビジブルじゃないっていう感じっていうのもなかなかないですよね。まあそれで言うとスラビスであったりとか、これだよね、まさに涼しいですね、毎回出てくるけどこれとかも結構斬新なエアの見せ方かなっていうこともありましたので、はい、まあまあそういう類って言ったらちょっとまた語弊があるかもしれないんですけど、実際にこういう風なエアはあるけどもビジブルではないっていうようなディテールっていうところも注目していただきたいポイントでございます。あとはですね、韓国って何回も言ってますけれども、実際に今回モデルとしてですね、ナイキさんの方でも一応
取り上げられていた、そのルックといいますか、はい、の撮影で、YouTuber の中町兄弟の中町彩さんと、東亜さんという方、はい、お二人がですね、まあ、今回、このスニーカーのモデルをやられていたので、まあ、ちょっと写真載せておきますけれども、はい、まあ、本当にこう、メンズサイズももちろんあるんですけど、ちっちゃいサイズもあるということなので、まあ、男性はもちろん女性の方にもかなり好評になるんじゃないかなっていうような椅子かなと思います。で、なんと、これですね。発売がですね、明日っていうことになる。早い、早い。毎回早いんですよ。毎回ね、取って出しパターンなんでね、はい、あれなんですけれども、アトモスさんの方では、ウェブはもちろんですけれども、店頭の方でも販売があるとのことでしたので、もし気になる方がいらっしゃいましたら、ウェブもしくはお近くにアトモスがあれば、お値段がですね、はい、税込みで 18,700円ということで、エアマックスワンも、まあちょっと円安とかの影響もあるのかもしれないんですけれども、はい、カラーはね、僕個人的には、ぶっちゃけた話していいですか、はい、前回、前々回の、ヘンプとデニムあったじゃないですか、はい、俺それと比べて俺これが一番いい気がするけどな、合わせやすさも含めてると、そう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 、色合いとか含めて、はい、こういうのは本当に気兼ねなくサクッと履けるような一足なのかなと思うので、そういったところもポイントかなと思います、はい、ということでですね、今回は Air Max 1のこちらのハングルデーノーバブルっていうようなモデルを発売前に紹介させていただきました。本当に改めてアトモスさんありがとうございます。はい、冒頭でも言いました、日本撮りもう一本、なんと拓也会と言っても過言ではございません。おっとお楽しみにしていてくださいということでございます、はい、ということで今回はここまでさせていただきます。アリッシー、アザッシー。